マダラトビエイは、軟骨魚綱トビエイ目、マダラトビエイかマダラトビエイ属に分類されるエイ。主に、インド洋、太平洋中部、西部に分布すると考えられている以前はエイなりなりに、含まれていたが、2010年頃に、形態や分子系統解析から、競技のエイなりなりは、大西洋のみに分布する種とされ分割する説が、提唱された。1790年。 スウェーデンの植物学者ベント・アンデルス・ユーフレイズンにラジャーなりなりとして記載された。標本は彼がアンティル諸島へ旅した時に入手したものだが出所は未確定である。そのゴーストサードン族に移された。現在では古代ギリシャ語エトス、バティスに由来するイタバタス族に置かれている。胎盤幅は1.5メートル。体は平たく、背面は 濃紺から黒に白い斑点が散らばり、覆面は白。アヒルのくちばしにも似た平たい糞がある。尾は、かなり長く、腹期の直後に2から6本の毒棘がある。胎盤は、左右に長く浴場。エら列は5体で小さい。妊娠期間は12ヶ月。1から4匹の稚魚を産む。1匹から数匹のオスがメッスを追い回し、背面に上顎を引っ掛ける。 オスはどちらかの胸びれ状に移動し、左右に回りながら、メスの腹側に回り込もうとする。その後胸びれに上顎を引っ掛けたまま覆面同士を接触させ、クラスパーを挿入する。交尾は3090秒続く。卵体制であり、卵は母体内で孵化した後卵黄で育つ。出生時の死魚は、体幅170から350ミリメートル。 主に2枚貝、巻貝、甲殻類などの埋在動物を食べ、ヤドカリエビタコ、小魚などが記録されている。死列白の地型で、結合して1枚の板になっているほか、顎にも石灰化した支柱があり、これらは貝などの殻を砕くための適用である。エイでは珍しく、糞を用いて砂を掘って、餌を探し、エラ穴から砂を排出する。 オーストラリアと台湾での研究では、私由で、節置行動に違いは見られなかった。水温24摂氏27度を好む。行動は潮位に影響を受け、ある追跡調査では、満潮時に活発になることが分かった。ペルビックスラストエクストリームペルビックスラスト、ディップと呼ばれる特徴的な泳ぎ方がある。ペルビックスラストは単独の時に行い、 4から5回腹部だけを動かして加速する。エクストリームペルビックスラストは、群れの時に行い、急激に腹部と胸びれを動かして、群れの髪型に抜け出る。ディップは、急速に降下してから上昇する泳ぎ方で、付近にいる、他の個体に影響を与えるように見える。またジャンプもするが、それには2つのタイプがあり1つは、水面から垂直に飛び出し、 そのまま着水するパターン。もう一つは45度の角度で飛び出し、複数回ジャンプするパターンである。節字は単独だが、休息時には3から16匹で群れを作る。他の多くのエイのように、イタチザメ、レモンザメ、オオメジロザメ、ツマジロウ、ヒラシモクザメ、などのサメに捕食される。サメが、この種を捕食するときは、海底に押さえつけてから頭部に噛みつく。 ヒラシュモクザメに胎盤を食いちぎられ、泳げなくなった個体が観察されている。出産期にメスを追い回し、生まれた飼魚を捕食するサメも観察されている。肉や軟骨が食用とされることもある。漁業や根格などにより、生息数が減少していると考えられ、飼育施設での展示用の採集などによる影響も懸念されている。ありがとうございます。